奥村茂雄、奥村茂雄、奥村茂雄、1972年5月25日体は、日本のプロレスラー。リングネームは、奥村、奥村。クリス精神トレーニングジムでトレーニングを積む。その後、岩格闘士塾に入団。1994年12月31日、神奈川県横浜市無国籍屋台15番地、四丼にて、菊沢光信、現。 キク、太郎相手にデビュー。1995年に、石川隆氏が率いる東京プロレスに移籍して、石川の付け人を務める。AS、石川のパートナーとして活躍していたが、1996年、折原正夫、田村忍と共に、東プロマットの改革を訴え、ヤングデストロイヤーズを結成する。同年、奥村自身もメインに出場した。 両国国技館大会をもって、東京プロレスは崩壊。その後、東プロは新体制会会会に移行するが、奥村は土壇場で参加せず、石川と合流。川畑騎士らも含めた、東京プロレス軍団を名乗り、東プロ軍団総出で、石川のフ古巣法事務所に乗り込み参戦の意思表示を、する。1997年に入り、東京プロレス軍団は、 石川一家と名前を変えて、石川一家は、複数のプロレス団体へ対抗戦を仕掛ける。O, o IWA Japan 大日本プロレスとの対抗戦を継続しながら、石川一家として自主興業も開催。そして、石川が新日本プロレスの木村健吾との合体を、果たしとの起きに、奥村も新日本プロレスへ参戦した。その後、カナダ・カルガリーに遠征。 現地でダッシュしたベルトを手土産に、石川が起こした新東京プロレスにバッドニュースアレン、ジェリー・モローラと共にヒールサイドとして参戦。1998年1月、石川隆が引退をかけたシングルマッチを制し、念願の石川越えを果たした。この試合をもって、石川は引退。し、石川から片身として、ガンを贈呈された。その後、 新東京プロレスは活動停止になり、フリーとして各団体に参戦。1998年2月に全日本プロレス初参戦を果たした。その後もスポット参戦を続け、同団体初の単独開催の東京ドーム大会にも出場した。同時進行で、インディマットでは、インディ世代闘争をアピールし、岩野山田圭介。 松田慶像らと共にザグレート歌舞伎、ターザン五島、強資料マラらとの構想を展開。1999年に入り、本格的にウォーマットに参戦する、荒谷信孝、現、荒谷望誉誉レとの本格合体を果たした。荒谷の地元神奈川県茅ヶ崎市で合同合宿を張りだとう、天竜玄一郎を掲げる。同年、荒谷と共にカナダにも遠征し、 エドモントンで、カウフ、カンナムタック選手権を奪取した。2000年に入り、全日本分裂騒動の中、10月に、全日本プロレスへ正式入団。偽、秋山ひとしになったり、ターメリックストームと交想するなど中堅として、活躍していたが、2004年3月をもって、全日本プロレスを退団。2004年5月からメキシコに渡り、CMLL にルードとして参戦。 アレナコリセオ大会のセミファイナルでデビュー。アレナメヒコではメインイベントでデビュー。メキシコ入り後はドクトルワグナー・ジュニア、ブラック・タイガー、ゲン、シルバー・キングラと組む。同年12月5日、アレナコリセオ大会での金網かみ切り戦でネグロカサスに破れまる坊主になる。2005年2月、日本武道館で行われた ジャイアントババ7回喫以前工業に出場するため、再び全日本プロレスに参戦。嵐と組んで、あらや望む誉れ、石狩大地と対戦。7分に49秒、嵐が石狩をパワーボムで下し勝利した。その後、新日本プロレスからメキシコ入りした田口隆介とのタッグ、津波でオリエンテとして活躍。同年9月、 新日本プロレスの棚橋博士、中村晋介とのトリオで CMLL の年間最大のビッグベントであるアニベルサリオ大会に出場を果たした。その後、東流門の大原はじめ、新日本プロレスからメキシコに遠征していた後藤博士大木も加えたトリオでお揃いの袴スタイルのコスチュームで活躍。2008年6月、アレナメヒコでの試合中に、 右鎖骨骨折の大怪我を追い欠場するも11月に復帰。2009年に入り、新日本プロレスにミスティコラと共に参戦。同時に、CMLL マットでは新日本プロレスのユージロー、内藤哲也と共に、日本人、チーム、ラオーラ・アマリジャを結成、ラオーラ・アマリジャのリーダー格として活躍する。同年9月、重心サンダー・ライガーも含めた4人で、 CMLL76 周年アニベルサリオ大会のセミファイナルで勝利を収めた。アニベルサリオ大会後、CMLL が毎年開催する勝利者がエストレージャに昇格するトルネオラグランアルテルナティーバ2009にて勝利を収め、エストレージャ入りを果たした。その後11月15日のアレナメヒコ大会において、マキシモトのカベジェラ戦を制し、念願のカベジェラ戦初勝利を収めた。 2010年2月、かつての全日本プロレス時代の後輩にあたる、新日本プロレスの大地が、メキシコ遠征に出発。CMLL マットで、タック結成を果たした。そして5月には、大地、同じく新日本の棚橋も加えたトリオで、日本人初の CMLL 世界6人、タック王座を奪取した。9月、アレナメヒコにて、メキシコ独立200周年を記念して行われたら、 コパビセンナリを200周年記念トーナメントに重心サンダーライガーと組んで出場するもミステルニエーブラボラドールジュニア組に敗れた。2011年1月2日間にわたり後楽園ホールで行われた新日本プロレス &CMLL のコラボ大会に CMLL の旧選手リングアナウンサーが来日。自身もその中の一選手として参戦。 初日の大会では、アトランティスと組んで、ジャイアントバーナードカール・アンダーソンのバット・インテンションズが持つイーワグップ、タッグ選手権に挑戦し、破れはしたものの白熱の好勝負を展開した。翌2日目は、高橋博士二郎内藤哲也のノーリミットと久々にチームを結成し、ラ・ソンブラマスカラドラダラ・マスカラの持つ CMLL 世界6人、タッグ王座挑戦した。 7月12日、ハリスコ州グアダラハラ大会で、ガジョを破り、日本人初の CMLL、オクシデンテライトヘビー級王座を奪取。9月18日に全王者ガジョの挑戦を退け、初防衛に成功した。2012年1月、新日本プロレスが開催した、NJPW プレゼンツ CMLL、ファンタスティコマイニア2012で1年ぶりに、 日本マット外線を果たした。2月、新たなパートナーとして、謎のマスクマン、生ハゲが、CMLL マットに登場し、ラフィエブレア・アマリージャを結成した。5月1日、CMLL のアレナコリセオで、グアダラハラ大会にてバリエンテを相手に、CMLL オクシデンテ・ライト・ヘビ、旧王座の防衛戦を行い、二度目の防衛を果たす。しかし、同年7月10日、 サグラドに敗れオクシデンテ王座3度目の防衛に失敗し、ほぼ1年守り続けたベルトを失った。9月7日、アレナメヒコで行われたメキシコ対日本の4対4、イリミネーションマンに、棚橋、大地、生ハゲと組んで出場し、日本軍が勝利した。その2日後の9月9日、アレナメヒコにて、生ハゲとのタッグで、CMLL、 アレナコリセオタクグ王座に挑戦するが敗れた。9月14日、アレナメヒコで行われた CMLL79 周年アニベルサリオ大会に、タイジ・ナ生ハゲとのトリオで出場を果たした。2013年1月、新日本プロレスの NJPW プレゼンツ CMLL ファンタスティコマイニア2013に参戦し、安定した実力を発揮した。3月3日、 アレナコリセオで行われた CMLL アレナコリセオタッグ選手権にナハゲと組んで再挑戦しステューカジュニアフエゴ組を破り新王者組となった3月15日アレナメヒコで開催された CMLL 創立80周年最初のビッグマッチオメナヘアドスレジェンダスのメインイベントで行われたマスカラカベジェラ対マスカラカベジェラ戦に 生ハゲと組んで出場するが、対戦相手のストゥーカジュニアレイコめ組に敗れ、奥村は7年ぶりに丸坊主になった。生ハゲはマスクを取られた。6月30日、アレナメヒコにて CMLL アレナコリセオタック、選手権の初防衛戦が行われ、ゲレーロマヤジュニアデルタを破り初防衛に成功した。8月30日、アレナメヒコで行われたチャンピオンのみが参加する。 トーナメント、カンペオナート・ウニベルサル2013の B ブロックに場し、棚橋との日本人対決が組まれるが、ダルマ式ジャーマンで敗れた。9月13日、アレナメヒコで行われた、CMLL 創立80周年記念アニベルサリを、大会に、石井智博、生ハゲとのトリオで出場を果たした。11月3日、アレナコリセオにて CMLL アレナコリセオタッグ。 選手権が行われ、ゲレーロマヤジュニアデルタの再挑戦を受けるが敗れ2度目の防衛2出。奥村と生ハゲはベルトを明け渡した。2014年1月、NJPW プレゼンツ CMLL ファンタスティコマイニア2014に参戦した。1月31日に行われた、アレナメヒコ金曜定期戦にて奥村の新パートナーとして、 かまいたちが初登場した。6月、CMLL デビューから10周年を迎えた。CMLL の長い歴史の中で10年間所属選手として、活躍した唯一の日本人選手として、現地で取り上げられた。7月13日、アレナメヒコにて、かまいたちと組んで、ゲレーロマヤジュニアデルタの持つ CMLL、アレナコリセオタッグ選手権に挑戦するが破れベルと、奪還に失敗した。 2015年1月、新日本プロレスの CMLL ファンタスティカマニア2015に参戦し、1月13日地元大阪で行われた開幕戦にて、デビュー20周年 &CMLL10 周年アニバーサリーマッチが行われ、アンヘルデオロとのマッチでランパ50分一本勝負を行い時間切れ引き分けとなった。1月17日の新キ場大会にて、アンヘルデオロが保持する。 CMLL 世界ライトヘビー級王座に挑戦するが負けした。6月、日本テレビのネップイモトの世界番付でメキシコで活躍する日本人プロレスラーとしてカマイたちと共にショーエ恵の取材を受ける。ショーエ恵はカマイたちのマスクをかぶって試合を観戦した。2016年1月、新日本プロレスの CMLL ファンタスティカマニア2016に参戦し、 1>, 1月23日に行われた、後楽園、ホール大会にて、ボビー・スイートのタッグで、ゲレーロ・マヤ・ジュニアテパンテルの持ちアレナ・コリセを、タッグ王座に挑戦するが、ボビー・スイーが、ゲレーロ・マヤ・ジュニアに敗れ、王座ダッシュはならなかった。3月18日、アレナ・メヒコで行われた、ビッグマッチ、オメナ・ヘア・ドス・レジェンダスで、メヒコ対ハポンの8人タッグマッチが行われ、 この試合に奥村も出場した。試合は、メヒコ組が勝利した。7月1日、アレナメヒコで、ビッグマッチグランプリ2016メキシコ対、多国籍軍が行われ、奥村も出場を果たした。10月29日、ローのボルチモア大会で行われた、ロー世界6人、タック大ケ決トーナメントに、ウルティモ・ゲレールエッセロとのトリオ、チーム CMLL で出場し、 チーム CMLL は1回戦でザディクション構え立ち組を破るも準決勝でザキングダム組に敗れた。2017年1月新日本プロレスの CMLL ファンタスティカマニア2017に参戦し1月21日の後楽園ホール大会ではステューカジュニアとシングルマッチを行った。1月テレビ東京の未来世紀ジパング番外編メキシコで 人気沸騰の日本人として取り上げられた。2月、頸椎不詳で、出場予定だった2月24日のアレナメヒコ大会を欠場した。4月、頸椎不詳により欠場を続けていたが、日本で頸椎脱臼骨折の手術を行った。5月、手術が成功し再びメキシコへ。11月24日のアレナメヒコ大会で9ヶ月ぶりに、電撃復帰を果たした。 12月、CMLL の記者会見で、アメリカ人レスラマイナスのサムアドニス、ニュージーランド人レスラマイナスのジョニーアイドルとの外国人トリオ結成を発表した。2018年1月、新日本プロレスの CMLL ファンタスティカマニア2018に参戦し、怪我からの復活をアピールした。同年2月、新日本プロレスの川人らい岩川戸さんのリングネームで、 CMLL デビュー、奥村とのタッグを結成した。8月27日にフジテレビの世界の村のドエライさんで、メキシコで有名な日本人3位、9月8日にテレビ朝日の陸海空地級征服するなんてでは、メキシコで有名な日本の8位に選ばれた。2018年12月16日、コスタリカの首都サムホセでクエイ世界王座を獲得した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。